長岡市の旧山古志村は人口が780人まで減っています。地元の団体はおととし活性化に向け電子住民票の意味合いを含むデジタルアートを発行。これを購入した地域外の人をデジタル村民と呼び、さまざまな交流を進めています。都心からも近いしんだけど、そういう秘境感が味わえるし、謎の文化が残ってる、来るたんびに面白いなと思ってますし。昨日開かれた2回目の山古志ジャズ。埼玉県に住むサックスプレーヤーでデジタル村民の八木博之さんが県内の演奏者とセッション。さらにリアル村民にも注目してほしいななんてことで、今日やらせていただきます。山古志に住む和太鼓奏者坂巻隼人さんも太鼓芸能集団鼓動で培った技を披露。イベントの最後には全員で演奏し、会場を盛り上げました。すごく楽しくて盛り上がって最高でした。山古志また来たいです。このイベントは今後も続けられる見通しです。